この場所覚えてる。大きなお侍さんたちの家だ。ここに住んでおったのか、ゆきちゃんよ。お母さんと長くはなかったけど。ほう、なぜここを離れた。何かあったのかの。嫌なことがね。ずっと前にそうこんな感じだった。まあ、暗淡たる記憶じゃったか。すまぬ、忘れてくれ。腹でも減ってんの。城へ向かおうかの。ゆきちゃんがそこを出てからはどうしてたんじゃ。なんで知りたいの。いかにしてお前さんがものを学んでいったのか気になってな。人から学んだのもあるし、そうじゃないのもある。もし教えてくれる人がいなかったら。なれば自らで自らを教えればよい。見て学び、己に問い、己で解を出す。どうじゃ。最後の質問じゃ、ゆきちゃんよ。わしはどうやって銃の音を消したと思う。それはそうだな。補充なしか。なら次元が欲しい。そんな難しいことわからないよ。人生とは素晴らしい先生じゃよ。じゃが、人が指導してくれた時にしか分からぬものもいくつかある。わしの手ほどきを受けてみるかのう、ゆきちゃん。つまり先生ってこと。それがお主の望みならのう。本当。はい、教えてほしいです。戦場で弟子ができるとは思わんかったのう。黙る。どうぞ。戻ってこい。その手は悪い。よう来た。共に困難へ立ち向かうことになりましたな。あんたと働くの割と嫌いじゃない。それは光栄な話だ。近くに後ろの底か。外壁はさほど遠くない。では死に望むとするか。無限、聞かせてくれ。なぜいつも死を求める。名誉の死は上様に仕える者として当然のこと。隼人殿も拙者と同じだ。いや、俺はただの雇われ傭兵です。やはり分からぬ。名誉にいかほどの価値があるというのか。そんなもの命の代わりになど。なればと。貴殿はなぜこの混沌へ。拙者についてくれ。金欲しさに。いや、俺は責務を持ち、責務に生きるが人のあるべき姿と言えよう。何も拙者の使命を理解せずとも構わぬ。だが
己が使命は鹿と心に抱かれよ。後ろにおられるか。ああ、ここだ。ここじゃよ。ユキちゃんもじゃ。よし、急ぎ供給庫を破壊いたそう。戦だ。急がれ。あと少しだ。良い戦略だ。悪いが何も持っていない。仕事に戻らないと。注意しろ。小刀さんはお休み。ゆっくり眠ってね。直ちに。勝利は我らのものだ。そうだ。さあ戻ってこい。よう来た。それで大丈夫だ。なら地銀が欲しい。
解放に注意しろ。早速戦闘か。武器は使わん。様のために刺激だ。失敗は許されない。計画通りにしろ。終わりだ。勝利は我らのものだ。年を取ったかね、人間どもよ。おのこにとって年を重ねるは誇り。貴殿がなるよりの賢い言葉じゃ。うん、賢いぞ無限どもよ。悪い。何か応援がいるか。上様のために。戦闘か。武器は使わん。迅速に動け。危なかったな。いや、できない。クマ、聞いておく。よし、行くんじゃ。老骨にしみるの。昔を思い出すの。何にもなりはせんぞ。
ダメじゃよ。さあ、もうおしまいだ。仕事に戻らないと。行け。何探してんだ。塔にはもう登らん。動くのがよかろう。妹を狂わすなよ。今日は今は気を引くんじゃ。俺は何だ。好奇心旺盛だな。不可能。クマはよし行くんじゃ。引きつけるんじゃ。良い戦略だ。歩きだ。行け。越えろ。ここに戻るか。これは何だ。うまい。何だ。何うるさいんだ。今の何だ。奴らを見かけた。邪魔だ。撃たれるなよ。さあ、出番じゃ。引きつけるんじゃ。クマは。何を持ってるんだ。よし、行くんじゃ。気を引くんじゃ。足を使うと。ダネンは軍備を失った。今こそ好機。おっこととの戦いの覚悟を決めようぞ。素早く奴らからは見えないのよ。空気が汚い。もう戻らないと。戻らないと。過ぎるわ。引かないようにしないと。さあ戻ってこい。クマは出番じゃ。クマ行け。越えろ。急ぐべきじゃ。そうだよ。シッシッ、あっち行け。眠らせてや。クマ出番じゃ。気を引くんじゃ。好奇心旺盛だな。無視するまでだ。以前なら大したことではなかったんだ。敵はつい落ち着け。さあ戻ってこい。よう来た。みんな、バカめ、貴様らの首を影様へ差し上げよ。大砲に注意しろ。もうすぐだ。すぐに届く。殺す必要はないか。通りすがりのものだ。今は眠れ。早く。ことはない。終わりだ。用事が来るのだ。ならしい忍びめ。気をそらさない。今のは移動中。臆病者はそのまま腐ってしまえ。やだな。が強い石だった。